アミアン共同、卓球のパリ五輪代表が20日、事前合宿地のフランス北部アミアンで練習を公開し、初出場で金メダルを目指す早田ひな、日本生命は、時差調整も苦労することなくここまで来た。開幕が、楽しみ、と笑顔だった。2度目の五輪に挑む平野美宇、木下グループ、は2013年の世界ジュニア選手権、モロッコ、の前にもアミアンの同じ施設で合宿した。落ち着いた様子で精力的に汗を流し、質の高い練習ができている。だんだん良くなっている、と手応えを口にした。16歳で初出場の張本美和、木下グループ、は、今は、本番で、緊張すると想定しながら練習している。五輪では思い切り楽しみたい、と話した。